鈴木喜一郎、作家ラジオ。今日のテーマは、何のために書いているか自覚しよう。えっと、<laughs> 今日はマシュマロに寄せられた質問です。今まで新人賞に応募して何回か予選や2時まで進みました。進む作品は自分の人生をそのまま小説にしたものがほとんどで、それ以外は落ちます。 とある小説講座に通っているのですが、先生に、いつかネタ切れになるから実体験ではない小説で予選を通るのを目指しなさいと言われました。でも、実体験を小説にするのが一番楽しいし、辛い体験を消化できるので、先生の言う通りにするのに気が進みません。鈴木先生は、僕の先生の考えをどう思いますか 同じように思われますかということなんですけども、えっ、ー、と、そうだね、先に結論をお話をしましょう。先に、あの、結論っていうか、非常によくある話なので、この質問者さんにこれから起こることを順に話をしていきましょう。現状のままだと、永久要線通過者のままで、えー、進歩はしません。 えっと、このまま、今は予選を通ったり2時まで行ったりでしょうけども、少しずつ結果が下がっていって、やがて予選を通らなくなるという、まあ、これは確実に言えることです。えっ、ー、と、なぜそんなことが言えるかというと、まあ、こういただいた質問をチェックしていくとね、まあ、 ネタだけで予選は通る。まあご自身、ご自身の人生をそのままに小説にしたというところのネタだけで予選は通る。ただし、それ以外では予選は通らないということなので、つまり、えっ、ー、と、質問者さんの小説技術は全然上がってないということがまず言える。そしてもう一つ言えるのは、 経験をもとにして小説を書いているということなんだけれどもまあ身も蓋もない言い方をすると受賞できるほどの大した経験はしてないということですだから技術もないネタも,ネタもないという状態なので今のままでは受賞はしないよとそれからあと経験をどんどん食いつぶしているので 食い潰しているという状態なので、まあ、寝たから起きるよねっていうことはあります。で、まあ、ここで大事なのは、この質問者さんって何のために書いてるのかっていうことをちょっと、あの、決めてください。えそれ自覚することが大事です。っていうのは、この、<coughs> 質問者さん、その、実体験を小説にするのが一番楽しいし、その、辛い経験を消化しているので、っていう、まあ、ことです。で、その、辛い経験を文章化して、それを癒しにするっていう、そういう小説の書き方はありです。ただ、それというのはセラピーであって、 仕事じゃないよねということです。なぜかというと、読者はあなたのセラピストではないので、で、プロを目指すというそういう執筆とは、ちょっとやり方が違うということがあります。辛い体験を消化するのが大切か、プロになるのが大切か、まあそれどちらを優先させるかっていうのは、 これは先生の問題ではなくて質問者さんの問題です。まあ小説講座の先生的に言うとプロを目指すんだろうなと思うんだったらその体験じゃないよねっていうことは言うこと。ええ、あともう一つ。まあこれあとおまけなんですけど、あの、この質問されてる方は自覚はないでしょうけども、小説講座ショッピングってやってらっしゃるので、 えっとね、ドクターショッピングって聞いたことあるかなああ、それ、まあ、それの小説版です。とてもよくある話です。その、ドクターショッピングっていうのは、自分の聞きたい診断を聞くために、その先生を求めて、えっ、ー、と、えー、お医者さんを転々とするっていう。例えば、 ガンだと診断されて、いや、そんなはずはないって言って、ガンではありませんっていうふうに診断してくれるお医者さんを探して、点々と、次々と医者を変えるっていうふうですけど、それだと何一つ解決はしない。それと同じように、えー、小説講座で、いや、あの先生では、違う先生でこう話をしたんだけど、鈴木先生どう思いますっていう話をしても、こう、 その何一つ改善しないこう小説講座の先生の,の意見に不満があるんだったら僕ではなくてその先生に「いや僕はそう思いません」っていうふうにはんあのその先生に言ってくださいつまり僕はこういう目的で書いてるんですが先生 それでもいいんですかっていうふうに、うん、答える。あの、尋ねてみてください。プロになるんだったら、僕の場合だとプロなんだったら、あなたの考え方おかしいよね。それではプロにはなれない。ただまあ、その、自分のセラピーとして小説書きたいですよっていうふうだったら、あんいいよねっていうふうに言うけど、 あなたの先生はどういうふうに答えるか、それはわからないのでね。で、それだけで、そういう話をするだけで、その先生も、おあなたの質問者さんの、その、質問者さんのね、えっと、お執筆の目的にあった書き方というものを、 指導してくれると思うので状況は改善されるんじゃないかなと僕は思いますまあ、今のはおまけねとにかくまず一番大事なのは何のために書いているのかっていうことを自覚することが大切ですというところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ以上ですではではでは失礼します